お揃いです川井孝則さん。え、国民民主党新緑部会の河井孝則です。え、この時間は昨年改正された入管法のフォローアップの関係の質問をさせていただきたいと思います。えっと昨年の入管法改正審議の中で大臣と当時やりとりをさせていただき、さらには付帯決議等においていわゆる。 難民認定にあたっての考慮事項の評価に関する考え方を、運用上のガイドラインとして策定した上で、明示化していただくということをお約束をいただき、年が明けてから、この在留特別許可にかかるガイドラインを発出していただきました。この取り組み、約束を守って取り組んでいただいたことには感謝を申し上げたいと思いますが、このその上で、このガイドラインの中で、積極、 要素と消極要素というものが記載をされており、この解釈の仕方がどうなっているのかということについて、私自身もですし、現場の皆さんも疑問を感じていらっしゃるところがあるようでありますので、いくつか、まずガイドラインの解釈、在留特別許可にかかるガイドラインの解釈について、ご質問させていただきたいと思います。まず1つ目の質問ですが えー、この日本に入国することになった経緯についてということで、あの不法または不正に入国した場合について、ガイドラインではその経緯に認められる奇跡,奇跡性の程度に応じて、消極要素として考慮されますとされていますであの。この被護希望者として来日した方々の中には、出身国政府による迫害を恐れて、正規のパスポートを取得せずに、 やむを得ず他人名義のパスポートで緊急的に入国をせざるを得なかった方々もいらっしゃるという指摘がありますで、また、えっと、空港で被害を求めた方々の中には常力審査において退去を命ぜられ退去を拒むことで難民申請を行うことができた方もいらっしゃるといったようなまあ、ケースバイケースということが指摘されているということでありまして こうしたことを踏まえて、不法または不正に入国した場合について、ガイドラインではに書かれている内容では、その経緯に認められる奇跡性の程度に応じて、消極要素として考慮されているということですが、このやむをえない事情については、消極要素とすべきではないのではないのかという指摘があります。 この点について入管庁の見解をお伺いをまずしたいと思います出入国在留管理庁丸山次長お答え申し上げます新たなガイ,イガイドラインでは外国人が我が国に適法に入国することは当然の前提であり不法または不正に入国した場合にはその経緯に認められる規制性の程度に応じて消極要素として考慮されるものとしておりますご指摘の被護希望者の来日当初の やむを得ない事情につきましては、個別事案ごとに判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でございます、もっともなかなか具体的な事例を今、思い立っている、想定しているわけではございませんが、ご指摘ような事情によって、奇跡性が全くないと言えるような場合であれば、消極要素として考慮させないこともありうると考えております。しししまままてても個別の事案ごとにに適切に判断してまいります川井貴則さん はい、ありがとうございます、えっと、次の質問ですけれども、えー、次には、本国の情勢不安に基づく人道上の配慮の必要性の部分についての解釈ということです。えー、ガイドラインにおいては、えー、退去強制令書が発布された後の事情変更等を原則として考慮しないというふうに一応、記載をされています。えー、しかしながら、ガイドラインでは特に考慮する積極要素として、本国における情勢不安に照らし、 んん、えー、で帰国困難な状況が客観的に明らかであること、これは積極要素として挙げられているということであります。この本国における、えー、情勢不安とあるのは、えー、当然これ、退去強制令書の発布後であっても、在留特別許可の判断を行う時点での本国情勢を踏まえて判断するという解決でいいのかどうか、この点について、えー、入管庁の、えー、見解をお伺いします丸山次長答え申し上げます。 昨年成立した入管法と改正法におきましては、待機強制電車の発布前の社について、在留特別許可の申請手続きが創設されたことから、法律上の考慮事情や新たなガイドラインなどを踏まえ、申請に基づき在留を認めるべきものであるか否かを適切迅速に判別することとなります。その上で、在留が認められず、待機強制電車を発布された者は、迅速に送関することを想定しており、 待書が発布された後の事情変更等はもっとも、待機強制令書の発布後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じる例外的な場合もあり得るところ、入管法と改正法でもこのような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。従いまして、ご指摘のような本国における情勢不安が、 新たに生じたような場合には、そのような事情を踏まえて、在留特別客の拒否判断をすることとなります川井田貴教さん。ということはあの、リアルタイムで出身国情報がきちんと把握できているかどうかということが極めて重要になるということですよね。えー、と続いて、難民認定手続きの実務に関して、えー、確認をさせていただきたいと思います。 えっとまず出身国情報の収集体制および活用状況について確認をさせていただきたいと思いますが、昨年の入管法審議の中で、出身国情報を収集している担当職員が、入管庁本庁の中で5人。 いらっしゃるということが明らかになりましたが、えー、この増え続ける出入国者の管理を行う上えで、いかにも脆弱な体制ということで、指摘は当時させていただきました、その後、人員体制の整備が進んでいるのかどうかということについて、確認をさせていただきます。えー、加えて、えー この出身国情報についての調査依頼件数ですね、難民審査参与員からの調査件数が、2022年には12件にとどまっているということでしたが、昨年の依頼件数はどのように変わっているのか、この2点、お伺いします丸山次長。お答え申し上げます。令和6年度予算政府案におきましては出身国情報の収集等を担当する 課長補佐級ポスト2の増設のほか、同業務に専従する職員7人の増員が計上されております。また、え難民審査参与員から出身国情報に係る調査依頼があった場合、まずは地方局の難民調査官において、それらの情報を収集しております。その上で3、参与員から依頼を受けた難民調査官において、収集が困難な出身国情報については、当該難民調査官からの調査依頼に基づき、 本庁のの出身国情報専職員においてて情報の調査収集をしおおりますお尋ねの2023年において、当該調査依頼、難民審査参与員からの当該調査依頼に回答した件数は5件でございます河合貴則さん。えー、5件にとどまっているということは、あ、えと、ー、の部分は現場できちっと情報が把握できているという、えー、理解をされているということでよろしいですか丸山次長。 お答え申し上げます難民審査参与員はご自身の専門性を踏まえて、不服申し立て手続きの中で審理していたいところ、出身国情報については地方局の難民調査官において、収集しているもので足りる場合もございます。本庁においてさらに情報の調査、収集が必要であると判断された件数が、結果として2023年は5件であったと認識しております川井貴則さん。 はいありがとうございますえっとそれではもう一つえっと一次審査を担当する難民調査官が本庁の出身国情報担当者に、えー、調査依頼を行った件数これについても、えー、数字が、えー、把握できていたら教えてください丸山次長答え申し上げます、えー、個々の事案ごとの出身国情報の収集はもっぱら地方局の難民調査官が行っているところ地方局の難民調査官は 自身による収集が困難な情報について事案に応じて本庁の専従職員に随時相談等を行いその回答を踏まえて審査を行うこととしておりますこうした相談は業務上統計を取っているものではないため件数をお答えすることは困難でございますが日常的にメールや電話など様々な形式で行われているところでございます はいえっと、次の質問に参ります、付、え、帯、ー、決議が、えー、求めている出身国情報の最新かつ関連性および信頼性を担保するために、個別事案に関して地方局が収集した出身国情報の内容について、調査依頼の有無にかかわらず、本庁の専従職員が適正性を管理確認するような仕組みといったようなものは、えー、整備されているのかどうか、この点についての確認をさせてください丸山次長。答え申し上げます。 入管庁におきましては、出身国情報の充実の観点から、付帯決議を踏まえ、新たに難民認定申請者数が多い国、および申請者数が増加傾向にある国にかかる出身国情報について、重点的に様々な情報源からの情報を幅広く収集、分析しているところです。こうした情報を踏まえ、本庁の出身国情報担当においては、国籍別の主な申し立てにかかる出身国情報を整理し、 難民調査官等に随時共有しておりますさらに、新任の難民調査官に対する研修においても、講義の中で出身国情報の調査手法を説明するとともに、最新かつ信頼できる出身国情報を難民調査官に提供しているところです。また、個別事案の審査におきまして、一部の案件につきましては、各地方局の意見を添えて、本庁の見解を確認する仕組みがございます。その際にには本庁において 出身国情報の適正性も含めてて確認しておりますこうした取り組みにより、個別案件の審査における難民調査官の出身国情報の収支についての適正性は十分に確保されているものと認識しております淡井貴徳さん。はい、あの今、事情、触れていただきましたけど、えっと、研修の内容について、えー、改正前と改正ごとで、具体的な研修の内容は何らか、えー か変わったのかかどうかについいてて確認をささせてくだお答え申し上げます、えー、と研修内容につきましては、えー、森林の研修というものを実施しておりますがあの、えー、法案成立後、従前の研修内容でもより充実したものを森林研修で行ったということございますし、新たにケーススタディのような研修も始めているところでございます。 河井貴則さん、はい、ありがとうございます、えー、もう1点、付帯決議関連ですけれど付帯決議で具体的な取り組みとして、日本における難民認定申請者の主な出身国や申し立て内容に関する出身国情報を取りまとめた上で、業務に支障のない範囲で公表するということについても、付帯決議に付されております。現在の、えー、この取り組みについての進捗状況、および対象国や今後の公開スケジュールが分かっていたら、お教えいただきたいと思います。有山次長 申し上げます入管庁におきましては、従前から諸外国が公表した出身国情報に係る報告を日本語に翻訳した上で、業務に支障のない範囲でホームページに掲載しております。日本語に翻訳するかどうかにつきましては、難民認定申請者数が増加傾向にある国、地域であるかどうか、多数の申し立てにおいて主張されているトピックであるかどうかなど、最新の難民認定申請の傾向を踏まえ、選定しております。 これらの情報につきましては、随時公表に努めているところ、ご指摘の付帯決議を踏まえまして、入管法等改正法を成立後に公表した情報は発見であり、具体的にはいずれも各国の政府機関の報告として、イエメンの安全と人道状況、イラクの治安状況、シリアの治安状況、ナイジェリアの南東部の分離主義グループ、ウズベキスタンの人権、スーダンの治安状況などに関するものでございます。このような取り組みに加えまして、 国籍別の主な申し立て内容ごとに対応する出身国情報を特定した形で公表することについて検討を進めております。今後の公開スケジュールについて、現時点でお示しすることは困難でございますが、引き続き難民認定制度の透明性や信頼性を向上させる観点から出身国情報の充実と公表に、普段に取り組んでまいります河合孝則さん。 はい、あの確実に取り組みを進めていただいていることについては率直に評価したいと思います。えー、もう1点あの、出身国情報の収集に用いるネット環境について、東京入管をお伺いして、その後、やり取りする中で、えー、イントラにつながっている端末はあるけれど、インターネットにアクセスできる端末がほとんどないということについて指摘がされました。えー、ネット環境の整った端末 をはじめとして、いわゆる調査に必要な IT 環境の整備状況、その後どうなったのかということについて、お伺いしたいと思いますし、2024年度予算の中でどのような手当が行われるのかということについても、併わせてお聞きします丸山次長。お答え申し上げます。適正な難民認定手続のののたためめ出身国情報の収集に用いるネット環境整った端末をはじめ 調査に必要な IT 環境の整備は重要と認識しております令和6年,6年度政府予算案においてはタブレット端末の配備等に係る経費として約300万円が計上されているところであります出入国際務管理省としましては適正な難民手製のため必要な予算の確保に努めてまいります河井孝則さん はいいありがとうございます、えー、続いて、難民調査官や、えー、難民審査参与員に対する、えー、いわゆる研修等について、えー、お伺いをさせていただきたいと思います。えーとまあ、現状もいろいろな、えー、研修の取り組みを行っていただいているということなんですが、いろいろヨーロッパやアメリカの、えー 事例なども調べてみましたところ例えば、e、EU では欧州連合非合機関という EUAA という組織が加盟国の職員に向けにテーマ別の研修を実施していると、まあ、例えばインタビューの手法に関する研修は、2日の対面研修、最長30時間のオンライン研修に加えて、約10時間分の課題で構成されていると、かなり手厚いということであります。また、証拠の評価に関する研修は、2日の対面研修と21時間のオンライン研修に加えて、18時間分の課題 で構成されるということで相当なボリュームの研修をこの担当者は受けるということになっていますまあ、日本でこれだけの研修体制を一気に整えることはなかなか難しいとは思いますけれどもまずはできるところから取り組んでいく必要があるのではないのかということでこのことを指摘させていただきたいと思いますこうしたことを踏まえて えーまあ、これ入管庁、法務省はご存知だと思いますけれども、法改正から以降、難民調査官の育成に関してどのような取り組みを行っていらっしゃるのかということについて、お伺いをしたいと思います丸山次長。お答え申し上げます。難民調査官の育成向け、これまでも UNHCR や外務省、大学教授など、国際情勢等に関する専門的知識を有する方々に協力いただくなどして研修を実施してきたところです。 こうした取り組みに加えて、改正法成立後、新任の難民調査官に対して、難民認定にかかる調査に必要な特別の知識を習得させることを目的とした研修については、新たに研修日数を増やし、講義の内容を充実させるなどの取り組みを行っております。また、ケーススタディ方式の研修を実施し、個別具体的な事案の検討を通じて、難民調査に必要なより専門性の高い特別の知識および技能を習得させる取り組みを行っております。 さらに、今後、出身国情報の収集及び分析に特化した研修を実施していく予定としております。こうした研修を受講、今後は、こうした研修を受講した難民調査官の意見や現場の要望を踏まえつつ、研修がより充実した内容となるよう改良し、審査の質のさらなる向上に努めてまいります。川井貴教さん。 はいいありがとうござます時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参りますが、難民不認定理由の開示について、確認をさせていただきたいと思います。難民不認定理由の記載方法について、難民認定事務取扱要領の中には、特に不認定理由の記載方法について、言及がありませんでした。これ関係者の方々からは付帯決議で 難民不認定処分を受けた者が的確に不認定の理由を把握できるよう、そのものに対する情報開示のあり方について検討することと、このことが付帯決議に付されておりますので、これを踏まえて、どのような難民不認定理由の開示についての変更が加えられているのかどうか、この点について確認をさせていただきたいと思います丸山次長。答え申し上げます難民不認定処分を行う際には 申請者にに交付する書面に不認定理由を付記しているところです不認定理由につきましては、個々の事案の内容に応じて異なるものであり、記載方法についてあらかじめ確一的なルールといったものを設けることは困難と考えております。他方、入管庁としましても、不認定理由の付記にあたって、その内容の充実を図ることは重要であると認識しており、この点、本庁からは、庁局での事務遂行の参考となりうる事案にかかる不認定理由について共有しており、 これが不認定理由のの記載例ととしてて活用できるものとなっております各地方局の難民調査官においては、こうした不認定理由の記載例を活用することにより、不認定理由の不規が充実したものとなるよう、適切に対応しているところであり、今後もこうした取り組みを通じて、不認定の理由については申請者に対して、適切かつ丁寧に説明,説明できるようにしてまいります川井孝則さん。はい え最後にあの大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 まあの外国人との共生社会を実現していくということもあり、また今後、技能実習法自体が抜本的に見直されて、育成就労についての議論も行われるということでありまして、今後より一層、この出入国管理のあり方や体制の整備というものが、極めて重要になってくるという認識でおります。その中で、昨年の入管法改正の議論を行ってまいりますと、やはり、 限られた手数や予算の中で相当無理をして。 入管行政自体が運用されているという実態も分かってまいりまして、少しずつですけれども、体制整備に向けた取り組みを進めるということで、今、一連のやり取りをさせていただいたようなことも進めてきているということです。ただ、えー、と増え続ける外国人の出入国ということを考えたときに、さらなる体制の整備やネット環境の整備、さらには職員の育成、こういったことに対して、取り組みを進めていかなければいけないというのが私の認識なんですが、 こうした取り組みを今,度今後進めていくことに関しての大臣のご見解をお伺いをして、私の質問を終わりたいと思います小泉法務大臣あの委員ご指摘のとおり、外国人との共生社会、これを実現し、推進していくためには、制度だけではなくて、それを支える入管庁の体制整備。 環境整備非常に大事だと思いますまたそういう段階に入ってきているんだというふうにも思いますこれまでもあの人員体制整備や IT 環境の整備に努めてまいりましたけどもまあ、今後、まあ、さらに一層こうした人員の確保そして必要な予算の確保一生懸命加速をつけて頑張りたいと思っておりますはい高成さんありがとうございました終わります